っと高台は今はまあシューターじゃん、はい、けど小学校とかの時はでいつからバスケ始めたの。まずそうです、僕は一応小学校1年生でやっぱ兄貴の影響で始めました。一番オーソドックスな理由で。小学校ってさミニバスリングって低いじゃん、はい、中学校になってまあ普通のリング高さになって、はい、まあ、高校ぐらいになったらシューターっていうかね、スリーポイントも同じだし、はい、小中の時はどういうプレーだったの。小中想像もつかないんだそうです、小学校はまあ一応前までは思い想像つかないドリブル結構ついてみたいな来ましたか皆さん、オールラウンダーみたいな感じだったんですけど、ああ、まあやっぱり中学校入ればいろんなとこから選手が来てっていう風にあると思うし、やっぱその時の中学校の先生がお前はシュートが上手いからシュート練習してって言われて、でまあそこからまあシューターに近づいたというか今のプレーに意味あったんだ。意味あった、うん、でどんな練習をしたかっていうのを今日ちょっと教えていただきたいんですけど、はい、よろしいですか。大丈夫です。では早速やっていきましょう。このご時世なんで家でも全然できる練習メニューなので、まあこの時代が来るのを先読みしてたかのように僕はやってたんで、はい、まずはまあ普通に寝転がっていただいて、でボールを上にまず片手でやります。しっかりと自分のいつも打ってる手のひらを作ってこのまままっすぐ上に出します。でこれをしっかりと頑張って、今ちょっと下の方に行ってしまったんですけど、これをしっかり自分の元来た場所に戻すっていうイメージでやる。でこれでやっぱり右手だけだとバランスが悪くなってしまうし感覚が養われないので、しっかりとこれ左手も一緒のようにやります。でそしたら今度自分の打ってるように今度左手、右手で打つ人は左手をしっかり添えて、で今度左も同じようにやるっていうような形です。ポイントはやっぱりしっかりと打ち切ることをイメージする。やっぱりシュートはやっぱ打ち切らないとまっすぐも飛ばないと思うし飛距離もちゃんと出ないと思うので、しっかりと打ち切るイメージ、打った時にやっぱしっかり入るようなイメージを持って練習できるといいのかなと思います。家でやる場合はまあ天井にぶつからない程度でやってもらえればお父さんお母さんにも怒られないんじゃないかなと思います。と次はまあ簡単なシュート練習になります。僕はこれよく中学校とかの時にやってたんですけど、持ち味エリアぐらいから、しっかりと自分でいつも打ってる足のスタンスを作ってもらって、さっきやったシュートの手を意識しながらそのまま足を出していくでシュートっていう風にやりました。いろいろ人と人のやり方はあると思うんですけど、シュート打ってリングに当たらないで入ったら一歩下がってまた3本打ってみる、その繰り返しをやったりだとかっていう風にできると思いますし、まあ簡単に1本入れて一歩下がって一歩入れてっていう風にどんどん距離を遠くしていけばその感覚も養われますし、どういう風にして打てばいいかっていうのも体が多分覚えてくると思うのでいい練習なんじゃないかなと思います。シュートはやっぱ手打ちになってしまうとまっすぐ飛ばなかったり、まあこれから下がっていくにつれて飛距離は出るかもしれないけどいいシュートじゃなかったりだとかっていう風になると思うので、しっかりと足から力が伝わってきて最後しっかりとさっき練習でやったようにスナップを効かせるぐらいまでいってまっすぐ飛ばしてシュート入れるっていう風にすればシュートは上手くなるんじゃないかなと思います。形で最後、まあ、フリースローまで、スリーポイントラインくらいまでいけば、まあ、中学校とかはいい練習になるんじゃないかなと思います。でこれアップになると思うんで、練習の最初に3本連続やってフリースローまでいったら終わるとか、まあ、その日によってまあ時間があったりだとか、中学校は多分活動する時間限られてると思うので、
その中で自分のできる時間をつけてやるっていう感じです。まあ、今練習を見てて、僕はミニバスをやってなかったから、リングの違いとかがあんまなかったから意識特にしてなかったんだけど、やっぱりミニバスをリングで打ってるのと通常のリングだと違うから、やっぱこう上に打つっていうこと、身長が伸びてもしっかり上に打てれば、その分アーチが上がればシュートもね、ブロックされづらいと思いますし、カテゴリーが上がっても、まあ、生きてくるから、まあ、意外とちゃんとやってたんだな。そういうことはやっぱ小さい頃から意識してるだけで多分だいぶ変わってくると思うので、はい、よかったんじゃないかなと思います。お願いします。今でもいろいろ考えて、やっぱ打つのに臆病になってしまう時とかあると思うんですけど、自分が打つって決めたなら打つし、シューターだったらもうシュート打つのが逆に仕事なので、しっかり打てばそのチームのリズムになると思うし、入ればすごいチームも士気が上がると思うので、入んなくても打ち続けるっていう風にやっていけば、おのずと結果はついてくるんじゃないかなと思います。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。